になりかねない。こんなリスクを冒してまでオリンピックやる理由があるでしょうか。菅さんも小池さんも自民党、公明党、都民ファーストも五輪は強行しようとしています。命、暮らしに本当に無責任な態度です。五輪中止はもう間に合わないんじゃないか、こうお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。7月4日投開票の都議会議員選挙、7月23日開会式の東京オリンピックまでまだ十分間に合います。この都議選で命優先に、五輪は中止、そしてコロナ対策全力をと、私日本共産党唯一の候補者米倉春菜の当選で、この夏のオリンピック中止させようではありませんか。コロナ対策の転換もご一緒に進めましょう。自粛ばかり求めてたってコロナは収束しません。今必要なのはワクチンのスムーズな接種、大規模検査、十分な保障です。この間区内の事業者の皆さんの話たくさん伺ってきました。クリーニング屋さんはワイシャツのお客さんが激減してる、売り上げ1/4、本当に苦しい。町の肉屋さんは取引先ほとんど止まってしまって、一体どうしたらいいのか訴えられました。この間の国や東京都の支援は不十分なだけでなく、勝手な線引きで救われない事業者を作ってきました。暮らしや雇用、事業は自己責任で守れ、こんな政治ではこの危機乗り越えられない、痛いほど今皆さん実感してるんではないでしょうか。事業や雇用を守る、このことに真剣に向き合う政治が今必要です。この仕事を私日本共産党米倉春菜に都議会でやらせてください。この都議会議員選挙は区民の命が関わる問題がいくつも重大な争点となっています。羽田空港の新ルートは運用が始まりもう1年が経ちました。巨大な旅客機が住宅地の頭の上をじゃんじゃん飛んでいます。こんなこと続けてればいずれは落下物の事故が発生します。もともと羽田空港の新ルートは事故を避けるために東京湾の上を飛行機飛ばしてきました。元の海上ルートに戻せとご一緒に迫ろうではありませんか。地元の命の拠点大塚病院守るのもこの選挙です。今都立大塚病院、コロナの感染拡大から命を守る先頭に立って頑張っています。120人の患者を受け入れられる体制作って頑張っています。また日頃からは病院の利用者4割は豊島区民、妊娠出産の拠点病院として役割発揮している、あそこで出産したという方も区内たくさんいらっしゃるんではないでしょうか。都立病院はコロナなど感染症対策、周産期医療、また小児、障害者、難病、災害医療、採算が取れないけれど命を守るため欠かせない医療を担っている大切な病院です。ところが小池知事は医療体制の強化が求められているこの今に都立病院をコストカットの対象にして切り捨てる、独立法人化を進めようとしています。皆さん、そうなれば